今日の昼飯にしてみよう。魔物を買って食い口にしている人間は割といる。地上に戻れない犯罪者とかの話でしょ。そいつらだってしょっちゅう食中毒で搬送されてるじゃん。魔物を食べるとは言ってない。金も時間もない。他に案があるか。だからって変なもの食べて食中毒で動けなくなった意味がないじゃない。ちょっとアイオス、これを今日の昼飯にしてみよう。やだ。昼飯にしてみよう。